9レースを勝ちました太田和美選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。なんか強烈に男性の方が和美って叫んでおりますが、もう46のおっさんに和美はないでも嬉しいですよね。そうですね、はいはい、ありがとうございます。見事な勝利となりましたさて太田選手にこちらサインをしていただきました。後ほどですね、じゃんけん大会で勝った方にプレゼントさせていただきますそれではレースを振り返っていきましょう。枠なり3対3、太田選手はインコース、ちょっと今日は風が難しいという声が聞こえてくるんですが、まあそうですね、ここは難しいですね、うん、早いんで、はい、コンマ04というスタートタイミングでした。このスタートはどうでしたか。まあ雪はいるんで、はい、まあ、ゼロ台はいかないと枕いるなと思ったんで、うん、はい、まあ分かんないですけど行きました、はい、そんな中での1マークだったんですが、回った雰囲気今日はどうだったんでしょう。正直朝の方が感触良かったんですけど、はい、朝スタート遅れちゃったんで、はい、じゃあ現状としてはじゃあ前半レースと後半レースで船足の評価って変わってきたんですか。朝の方がなんか感触は良かったですね、はいはい、着悪かったですけど、具体的にはどんな船足って言えますか。どうですか、まあ、29% なんで、はい、まあ、普通ぐらいですね、はい、プロペラを調整している姿もあったんですが、じゃあ今どんなところを求めての今日だったんでしょう。まあちょっとでも良くなればいいかなっていう。もう何か全体的にという。全体、まあどっかが。どっかが、はい、なるほど。じゃあ明日に向けてはそのあたりの調整っていうのは大きなことは考えてないですか。まあペラもうちょっとやってですけどね、うん、まあちょっとエンジン差あるんで、はい。はい、まあ、走るメンバー次第ですけどね、うん、はい、いいとこ組んでくれたらチャンスあるかなと思います、はい、なるほど。それでは明日以降に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。そうですね、まあ、明日も含めて最終日まで精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。インコースから逃げての勝利となりました。それではカメラサインの方よろしくお願いいたします。ここに、そうなんです、46歳のスマイルを見せてください。書いたことないからね。そんなことはね、お前で、カズミスマイル頼むぞって男性が書いたよ。書きました、ありがとうございました。